の力を解放したか。これで叶わなければ。俺はどちらかは消えてしまいます。ですから約束を守ることは永遠にできません。俺が優勝してスーパードラゴンボールで貴様たちを生き返らせてやる。僕たちを？あいつとの約束を守らなければならないんだ。だから俺のやり方で限界の音を超えてやる。そして全貴様に勝つ。ベジータの気が今までのブルーの力とは違う。この果てしない力を。なになになに、なんかすごいのね。ベジータさんも殻を破ったようですね。今までのスーパーサイヤ人ブルーをはるかに凌駕する力を我が身に集約させたのです。これが俺の全てだ。あれがベジータの限界を超えた力。あの二人が力を合わせようというのか。共に月の鋭さが増している。二人の攻撃ならば、いける。ジレンのリズムが崩れているな。悟空さんとベジータさんでは、息の合ったコンビネーションにはなりませんが、それがかえって、ジレンを混乱させているんですよ。それだ！その手で奴を倒せる！